ご無沙汰します、岩佐です。ゆみやですというわけで今日はこちらシャモニーでゆみやいつこさんお迎えしまして、はい、お邪魔しまして、はい、ちょっとお話伺いますね。ゆみやさんがやるのは TDS119kg のレースで、はい、明日いよいよスタートですね、はい。まあ、けどゆみやさんもフランスもアメリカも海外はもう経験してらっしゃるから、まあ、一度だけ、フランスは一度だけですけど、はい。いかがですか今回 このそういう経験から来て、UTMB のこの、ね、一つの、まあ、非常に有名な大会ですけれど、そうですね、憧れでもあって、まあ、出れるなんて本当ずっと思ってなかったんですけど、あの環境だったり、まあ、職場の環境だったり、うん、あの仲間だったり家族だったり、うん、いろんなおかげでちょっと出ることが出る機会を与えてもらったという形なんですけれども、うんうん、はい。ですごい憧れの UTMB のこの土地にシャモニーにやってきて、あの昨日かな PTL のスタートを見て、はい、すごいあの人の多さと街 の一体感といいますか、あれにちょっと圧倒されたというか、ちょっともう鳥肌が立って、ああすごいなと思いまして、明日頑張りたいなってますます思いましたね、はい。119キロというコース、はい、車夜からスタートしてこうやって戻ってくるコースなんですけれども、はい、まあ、まだどんなコースか走ってみないと分からないともちろん思いますけど、うん、こう事前に少し研究したというか調べてみたりして、どんなコースって印象ですか？はい、そうですね、最初エントリーした時は実はそんなにハードだと思ってなくてUTMB、まあ、距離で変えて UTM100 マイルっていうのは私もまだまだちょっと走る勇気がないと思って、ちょっと遠慮してあの TDS に出たつもりだったんですけど、あの調べていくうちに、あの UTMB 並みにだったり、あの UTMB よりハードだっていう方いらっしゃる、あのそうおっしゃる方もいらっしゃるみたいで、ちょっとどんどんあのこれはちょっと本当に頑張とか頑張らなければじゃないんですけども、ちょっと覚悟しなければと思って、まあちょっと山岳系の練習をしてみたりとか、標高の高いとこ行ってみたりとか、はい、あの今まで長い距離でも信越五岳の110キロが最長なので、あのレースはやっぱり走れるレースですし、あの山岳系でこんなに標高累積標高7000あるんですけど、そんなに累積を取りつつ距離も長いっていうのがあまり出たことがないので、ちょっと不安ではありますけれども、まあでもここまで来たからには、はい、楽しんで、あのヨーロッパの山々を楽しみたいなと思ってます思いますので、昨日ちょっとコースをあの車であの見に行ったんですけど、あの山登るんだろうなっていう高い山がたくさんあったんですけど、もう景色が壮大で、ああここが走れるなんてと思って、ちょっと不安もありつつもすごいワクワクしてますね、うん。ちょっと話変わって、はい、梅さんは、まあ、以前は仙台に、ね、はい、いらっしゃったけど、はい、今年の春でしたっけ、去年の夏ですね、はい、ね、名古屋の方に、はい、でレースも、ね、最近は新城とか、はい、ガサンドとか、はい、ね、この、はい、まあ、近くというか、はい、まあ、アクセスのいいところ結構出てらっしゃると思うんですけど、はい、いかがですかその名古屋のトレランライフ。まあまあ、まだ1年でそんなに行けてないこともないか、結構しょっちゅう遊んでるように思われてるかもしれないですけど、やっぱ東北では行けなかったあの地区だったり、中部地区とかやっぱ西の方、まあ、出身京都で西なんですけども、あの京都に帰ったら、まあ京都の一周取れるとかぐらいしか行ったことなくて、で今その西方面とか、まあ、中部地区を楽しんでるんですけど、あとアルプスにもすごく近くなったので、はい、まあもうこれからどんどん行きたいなと思ってるんですけど、まあ、東北は東北ですごくいい山あったので、そこになんかまた行きたいなと思ったり、なかなか簡単には行けなくなったのはちょっと残念なんですけど、はい、今はちょっと中部地区をどんどん攻めて楽しんでいきたいなと思ってます。新城がすごい、まあ、仙台にいた時から好きだったので、はいはい、あのもう結構しょっちゅう行ってるんで、はい、楽しんでますね、はい。TDS は明日の朝6時、ね、はい、スタート、日本時間ですと6の7だから13時、1時、午後1時のスタートですね。はい、そうですね、はい、ちょっと明日朝スタートして、はい、夜は少し雨が降りそうなんていう予報もありますので、でも朝もうスタートの時点で雨じゃなければなんか
別にいいかなって私はちょっと思ってるんで、気持ちよくスタートできれば、はいはい、そうです。途中で降ってこようが、そんなそこまであんまり気にせず走れるかなと思ってます、はい、ということです。私も TDS はスタートですとか、あと、まあ、途中も何箇所かになると思いますけれども、ご紹介していきたいと思います。そこで梅さんの姿を捕まえられることを期待しておりますので、はい、ありがとうございます。入るのを楽しみにしてます。じゃあ、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい